攻めて中里、そして佐藤、このスルーパスが通った、折り返す、左足に当たったと決まったか、オフサイドありません、ゴールイン、先制横浜 FC。 さあ奪ってからこれが佐藤に収まる、そして中見圭哉が走り出す、さらに宮崎清原が縦に行く、ここで杉原恭平、このスルーパス、あっと手がかかって倒された、PK、完全に中見圭哉に手をかけてしまった。キッカー中見、決まった、ゴール右隅、これは落ち着いていました。長いボール、ここ伊庭が競り勝った、キーパーと1対1になる、シュートを流し込んだ、あっとポストに当たって跳ね返り、野村のシュートは入らない。さあ今度はファサイドヘディング、決まった、勝ち越しゴール。今雨は一旦上がっているんですけれども、選手そしてボールがですね、非常にイレギュラーな動きをしているのに見えます。さあ追加チャンス、宮崎清原、この時間帯の同点ゴールです。ちょっとした今相手のまあミスだったんですが、ここにこうね、やはりこう宮崎清原がいるということがですね、さあこのパスが通る、また宮崎清原、先ほどゴールを決めているが、カレフィン4番ピッ、あっとここは倒された、 PK、PK、しかもカードが出そうです、カードが出そうです。決まった、勝ち越しゴール、制限金沢3対2 3点ですね、前半だけで3得点がありましたが、はい、PK でこのように1試合2点というのは珍しいですね。ですね、さあキープした、ここで上げてくるシュート、いや今もう決定的でしたよ、枠を捉えることができませんでした。今さあ最後のチャンスになるか、ロングスロー中に入る、ヘディングでクリア、ここで井上主審の笛、タイムアップ、ガッチリ握手を交わす制限金沢のスタッフ、制限金沢なんとか1点差を守りきりました。前でのミスをうまく拾って最後冷静に決められたので、まあ、すごく良かったです。5連続ゴール取りますので応援よろしくお願いします。ご協力をお願いします。